上田村香の山本投資チャンネル、今回はですね、わらしべチャレンジ第2弾ということで、今日はスペシャルゲストに、はい、広瀬雄星くんです。よろしくお願いします。ね、声が若い声が若い。お願いします。というか年齢も若いあ、でも年齢知らなかった何歳ですか？今18歳、高校3年生です。はい、なんと高校3年生我がチャンネル史上最年少じゃないですか。はい。あ、でもなんか子供が出てたよその辺にいた子供がまあそれは別にしてですね、はい、ゲストとしては史上最年少ということで、今回はですね、はい、彼がすごい進化マニアだっていうことを聞きつけて、はい、こういう企画あるんですけどって言ったら、ぜひ出ていいと、まあ、出たいと言われまして、勇気を持ってもらって、ここに当てるかもしれないんですけど、すごいんですよ、部屋の写真とか、はい、民家、何足持ってるの？今、現時点で数えたことはないんですけど、一応250足ぐらいは。数えてない250足、はい、数えてない。少なくても絶対それ以上ありますね。すごいですね。いやいや、僕も中2から集めてた、ね、さっき話してた全く一緒で、中2から集めて高3で250足、はい、いいですね、ペースが。いや、もうね、二十歳の時に2000足あったんで、ただ、はい、高3になったら同じぐらいだったかもしれない。本当ですか？あと2年あったあと2年半あるんで、頑張って1750足集めてもらいたいなと思って。どうやって集めてるの？大金持ち？いや、いや、全くそんなんじゃないです。お小遣いがなんか、お坊ちゃまくんお坊ちゃまくんとか知らないでしょ。知らないですどうやって集めてるの？やっぱり今、もちろんバイトとかもしてるんですけど、それ以外にやっぱ学校に内緒で、いや、修練習してます。そう、内緒で話してます。あとはいろんなお店とか回って、うん、ちょっと靴とかじゃないんですけど、これちょっと高く売れそうだなっていうものを、うん、それ買って、売ってっていうのを資金にしてって、欲しい靴を買うっていう感じですね。僕もブツブツ交換したり、うん、でもその方がまあ雑誌だったんで、やりやすかったんですけど、うん、もう今って相場も決まっていて、そんな転売するって言っても簡単じゃないですから、すごいですよね、そこで利益を上げるって。で、早速なんですが、前回アトモスの本名さんから交換していただいた靴がですね、ジョーダン1のオリジナル4足が28足になりました。で、算定価値がですね、まあその4足は算定120万で今置いていて、それがですね170万のものと交換してもらってですね、さっき選んでもらって、この3速度、今回は交換したいと思います。早速なんですが、紹介で。はい、これ。こちらがですね、エアジョーダン1のユニバーシティブルーです。はい、ユニバーシティブルー。はい。これ何で欲しかったですか？いや、もうやっぱカラーもすごく良かったのと、自分、抽選で買えなかったんですよ。うん、ああ、そうなんですか。そうなんですよ。どうしても欲しくて。え、もしかして履くんですか？履きます。履くんですか？履きます。履く派なんですか？履けます、履けます。これは今回交換されたら履かれるんですよ。履きます。履くんだ。履きます。履く派か続いて2足目ジョーダン1メタリックパープル。履くんですか？履きます。これ28センチ履きます。でかくないですか？でかいですね。履くんですか？履きます。履く、これも履く履きます。これあれなんですよ、まあ結構当時に近い復刻なんですけど、やっぱ最近は箱が違う。箱が元々はこの箱だったと思うんですけど、メタリックパープルはメタリックパープルですね。かっこいいです。現代復刻っていうような感じします。そして最後、じゃーん。これを持っていくか。これもう。これは俺も最初に欲しかった。オフホワイト、ジョーダン5、ナンバリング、しかも。これね、ナンバリングめっちゃ高かったんですよ。当時。オリジナルでも。あ、そうなんですか。白赤と紫と黒とあって、はいはい、まあ、黒がまあまあ高かったんですけど、ナンバリングが非常に少なくて、ナンバリングだけすごい高かった。30万とかしてた当時。こんなね、オフホワイト。これオフホワイト。これオフホワイトです。ジョーダン。そうです、これのアパレルです。いいなぁ。ということで、この3足。はい。推定価格。はい、後から言います。交換してもらうのがですね。じゃあまず1足目。はい、ジョーダン5バーガンディ
2006年です、ね、2006年ですちょっとやっぱ、ね、2006年15年か、はい、これだけ真空にしててもヤバそうな雰囲気がそうですよでもねかっこいいですよね、はい、これ色的にそうですねバーガーですチョコですねそうです初のチョコゲットはいこれ欲しい人は次で次はいこれはおまたまたスマホアイじゃーんじゃーんこれなんでワットはいワットだですクイーズねかっこいいですよねこれ俺欲しいんですよね買おうかなと思ってこれさっきヤフオク見て落札しておかないやさっき見てこれも中古だから欲しいなと思ったんですけど入らないですね僕の話にこれ26センチでというか入ったとしてもこれブツブツ交換の企画やろうか俺が入ったらダメかそうですねそうこれが黄色だけでも高いですよねそうなんです両方黄色だと両方黄色のやつがですね、一回出てそれがですね、ワット社ではないんですけど東京 T23 っていう商品名で出て今買うと42、3万ぐらいするんですげーこれ最近赤だけの出ましたねそうですね、そうですねトランペタックないですそれは何言ってないんですけどということでですね、ジョーダンファイル2つ目ゲットしました、はい、はい、続いてお、なんか明らかにちっちゃい箱がここにお、なんとじゃーんジョーダンファイルえ22.5 ですね 22.5 センチ、ジョーダン1 はい、これもあれですよねはい、11、11ロー 23.5 センチ 23.5 センチ、もう一足おロイヤル23センチですゲームロイヤルゲームロイヤルなんでゲームってついてますかね不明らしいです、ね、ちょっと入ってますということでですねこれレディースじゃないですかはいちょっと皆様にも入ってもらいたいものがあってうちがですねエクドルっていうリサイクルショップやってるんですけどエクドル大学っていうのもやっていてでそこでですねこの度スニーカー部を作りましたうん、このチャンネル出てもらう人は強制登録されますのでスニーカー部に入部しました高校生なのにもう大学に入学しました、はい、ありがとうございますで大学に入学してスニーカー部入部しましたので無料でございますのでぜひということでですね、はい、まだ一人も女子いないんで、はいはい、スニーカー女子とか最近入ってるんで、はい、そうですねぜひですね、はい、このスニーカーたちと交換してくれる女子とかスニーカー部に入ってくれる人とか、はい、紹介してほしいあのもちろんですねなんかそういう友達いるんですよね、はい、めっちゃいますやっぱスニーカー好きにはスニーカー好きが集まるのが羨ましいということでこのレディースのジョーダン1ジョーダン入れば3足ゲットしました残り少なくなってきました、はい、残り3足はい、これはもうちょっと箱開けるのめんどくさいねこれなんかめんどくさいことなんですよこれイレブンの小川のやつですおこれはこれもこれはいジョーダン1ですジョーダン1おこれはレッドソックこれレッドソックそうですねうん気に食わなくてこれはデトスック出てきたついにそうなんですよ、はいまあ、こういう色も好きな人いますよねはい、ということで、はい、最後の一足になりましたこれですダンクですはい、ついにですね、はい、今にダンクが登場しましたやっぱりね、ジョーダンも流行ってるんですけどもやっぱりダンクもねはい、僕から言うと双璧とは言えないんですけど、はい、それに近いぐらいの人気があるんでね、はい、ダンク、もともとダンクがジョーダンになったんです、はい、え、そうなんですかそれと、ダンクが、まあ、学生にバーッと配っていて、はい、それを原型にしてできたのがジョーダンと言われてどう言われていやそう、本当そうですなので、今ね、ダンクとジョーダンって2大マイクのブランドだヤマックスこの後なんでということでですね計8足ということは28足が5足増えました 8×3 なんで5足増えました33足になりましたはい
よかったです。でさっきでね、2人でずっと値段の計算してたんですけど、はい、すいませんね、企画なんで、はい、1万円でも増やすっていうことで3足で9万円と査定させていただきました。今の実勢価格、はい、それでですね、まあ、ちょっといいものもあったんですけど、中古というところがありまして、この発足でですね10万円と査定させてもらったので、はい、なんと1万円増えました、今総額170万円が171万円だと、はい、で数が28足から33足になりましたということでですね、はい、また高校卒業、そうですね、卒業するときに、また次はですね、城南中川さんもう僕こんな集めましたよって言って来てもらえる、はい、そうですね、またちょっとまたですね、はいはい、その時はですね33足が何足になったか、はい、そうです、お楽しみにして、ね、さっきあのここに28足本名さんの交換してもらったあったんですけど、これもう見てるからね、え感動しましたね。いやもう最高、たまらないですね、本当に、ね、やっぱり好きなんですね。大好きです、本当に、すごいなということでですね、第2回目のゲストは流星くんでした。はい、またですね、流星くんの活躍を期待したいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は、最後まで視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。